続いてトランザクショントランンザクションは分割できないデータベース上の一連の処理のことを指します複数のクエリにまたがる場合がほとんどですね質問が来ていますねテーブルでカラムのタイプと構造体の型は詳細は気にするありますか例えば i n t 1 0 v s i n t 3 2だと そうですね、一致させる必要はあるかなと思います。えー、例えば、Go の構造体の方はですね、まあ、こ,うしあのここで例に上がっているように、イン t 32と、えー、書いてますけど、確かに、えー、サイズですね、えー、が指定しないとですね、アーキテクチャによって、えー、32ビットだったり64ビットだったりするので、ちゃんと、えーまあ、イン t 32とかイン t 64という形で、 サイズをを指定して構造体のフィールドを作る必要があります。はいまあ、同じサイズ、同じ、まあそのえー、データベースのスキーマで指定したサイズが入る十分なサイズの、えー、構造体のとか、えーまあ、構造体じゃなくてもいいですけど、えー、受け取る側の型を用意しておく必要がありますね。はい、じゃあ、えー、トランザクションの続きに移ります。 でコミットはトランザクションの処理を確定させる処理になります。ロールバックについてはトランザクションの処理をキャンセルすること。トランザクションのロック、データの一貫性を保つためにロックを取るという機能になります。トランザクションを開始するためには、SQLDB の Begin というメソッドを呼び出します。これを実行すると TX というトランザクションを表す型のポイントの値が戻り値で返ってきます。 でコンテキストを渡したい場合はですね、BeginTX に、大テキストにコンテキストを渡すということができます。まあ、基本的に最近はコンテキストを渡すことが多いので、下の BeginTX を使うことが多いんじゃないかなと思います。で、この SQLTX のポイントのメソッドはですね、SQLDB のポイントと同じようなものが多いですと。Exec、Query、q u e r y o w これのコンテキストバージョンも存在しますと。 違うのはコミットとかロールバックについてです、はい。トランザクションを使った例としてはこんな感じですね。begin、えー、で始めてクエリ、クエリローで取ってきてで、エラーがあったらロールバック、えー。アップデートかけて、エラーがあったらロールバックで、エラーが起きなかったらコミットをするという感じになっています。